ホリエモンチャンネル。皆さんこんにちは、堀江貴文です。こんにちは、寺田由紀です。今日も堀江貴文のブログでは言えない話より、読者の皆さんからいただいた Q&A に堀江さんに答えていただきたいと思います。今回噛まなかったね。イエイそれでは今日の質問です。自分個人の意見としては、混合治療株式会社医師数増加は賛成です。病院に行くたびに効率の悪さに不満を感じます。ただ同時に、現代のアメリカ医療かっこ貧困層は病院に行けないとか、医療費が高額云々にも多くの問題が指摘されています。日本の医療の悪い部分を改善しつつも、アメリカの医療の悪い部分にならない方法はどうすればいいでしょうか。あるいはアメリカ医療はなぜ悪い部分が多いのでしょうか、という質問です。はい、今日も質問に答えていきたいと思いますけど、はい、寺田宣伝サクッとやってください。あ、サクッとね、はい、今週はリューマンタウンウィークということで、12月11日から16日まで寺田由紀がヒロインで出演させていただきます。なんとびっくり、なんとびっくり、ヒロインってヒロインなんです。初めてなんですか。そうなんです、舞台でヒロイン何気に初なんですよね。あ、すごいですね。でしかもいつもなんかこうちょっとおちゃらけたキャラとか、はい、そうですね、超元気っ子が多いんですけど、はい、今回超ストレートにヒロインやるので、はい、何気に初めてなんですよね。私できんのかなと、はい、思いながらなんとか頑張ってます。ユ、はい、ーマンタウン、ぜひ寺田の SNS に予約フォームを掲載しておりますので、ぜひそちらからご予約お願いします。見に来てください。あの、あれですか、濡れ場とかあるんですか。ホリエモンチャンネルというわけで、はい、今日もあの質問に答えていきたいと思います。私はこう答えました、はい、効率を良くしていけば、うん、医療費が高騰しないで最低限の医療を受けられるようにできると思います、という、うん、まあなんか、うん、なんていうの、こうアメリカの医療の問題みたいなところをすごく、まあ、指摘される人多いですけど、うん、まあ、これ日本の医療の具体的に悪い部分ってどういうことなんですかね、今。もうだから、まあ、一つはその混合診療って言って、うん、その高額 の、 あの保険が効かない医療と保険が効くやつを一緒にやっちゃダメだっていう今規制があるんですよ。なるほど。だから全部高額になっちゃうんですよね。高額の自費診療みたいになっちゃうんですよ。高額の医療、その先端医療とかそういうのやろうとすると、うん、まあ、一部補助金みたいなのもあるんだけど、うん、まあ、日本はものすごい恵まれてますよね、うん、特に高齢者、うんうん、でほら、後期高齢者に対してこう医療費を増額するみたいな話言ったら、うん、まあ、やっぱり選挙行く人が多いんで、高齢者の方はそれでやっぱバーッと反対が来て、うん、やっぱ撤回したりとか、うん、高齢になったらやっぱどっか悪いとこあるわけですよ、その若い時に比べたら、うん、そりゃどっかガタ起きちゃいます、ね、そうで、それでいちいち病院に行ってたら、病院ね、医療費なんかもね、どん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 かかっちゃうし、飲まなくていいような薬をどんどん飲ませたりとかして、うん、より悪くなっちゃったりとか、うん、まあ、お医者さんお医者さんで不足してるところはすごく不足してるわけですよ。例えば麻酔科医とか産婦人科医って今すごく危ない状況にあって。あ、そうなんですね。そうですね、やっぱりこう、まあ、赤ちゃんとかやっぱりこう、まあ、確実にみんな生まれてくるっていうよりは、まあ、危険な状態で生まれてくる子供も多くて、まあ、それで死なせちゃったら訴訟を受けて、そうですね、みたいなこととかも結構起きてるので、まあ、そういうのも含めてね、か、改善しなきゃいけないところが多いと思うんで、うん、まあ、改革を進めていかないと思います。そのためにやっぱり効率を良くしていかなきゃいけなくて、病院 の、 その情報システムとかね、うん、カルテの共有化とか、うん、それこそ病院を超えてね、まあ、今度ソーシャルセキュリティナンバーっていうのが始まります。ソーシャルセキュリティナンバー、はい、社会保障番号制度っていうのが始まりますんで、年金とか保険とかそういうののこう番号を一人一人に振って、はい、それで一括管理できるっていうシステムが、すごい、はい、まあ、そういうのを使ってカルテなんかを共有化したりとかして、うん、まあ、過去のなんていうのかな、病気の履歴とかも分かるようにして、うん、で正しい診断ができるようなシステムを、まあまあですよ、うん、やっぱり保守的な業界なので、うん、こういうの新しいことをやろうとすると、うん、まあ、すぐにこう足を引っ張る人たちが出てくるというところが、僕は一番の問題なんじゃないかなというふうに思いますね。ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。車の登録はこちらへ。ホリエモンチャンネル、チャンネル登録もよろしく。できた。